誰もいない。キリトの推理通りならさっきまでデスガンの共犯者がここにいたのね。ベッドの下とかに隠れてないよね。誰？浅田さん、 BOB 優勝おめでとう。お祝いに来たよ。新川くん、ごめんね突然。でもお祝いしたくってさ、コンビニのだけどケーキ買ってきたんだ。ちょっと待って、今開けるから。お邪魔します。その辺に座って、お茶くらいしかないけど。気にしないで、疲れているでしょ。あのね、大会前に話をしたよね。 BOB が終わったら話をしに行くって。ああ、そうだったわね。浅田さんはあいつのこと、あのキリトのこと、どうしたの急に。ねえ、僕じゃダメなのかな。僕ならずっと一緒にいてあげるし、ずっと君だけを見て。あの黒髪、決勝の時に一緒にいたアバター、あれキリトだよね。なんであいつと一緒なんだよ。僕以外の男を見ちゃダメだよ。新川くんね、ちょっと落ち着いて。浅田さんは僕を裏切っちゃダメなんだ。僕だけを見ていなければダメなんだよ。動いちゃダメだよ浅田さん。この注射はね、全然痛く痛みを感じずに心臓が止まるんだ。大丈夫、僕と君はこれで一つになるんだから。二人で生まれ変わって。浅田さん、浅田さん、浅田好きだ、ずっと憧れていた。覚えているかい、図書館で銃のカタログを見ていた君に声をかけた時、僕はすでに知っていたんだ。君が悪人を殺したことのある女の子だってことを。街中の噂だったからね。すごいなって思った。本当の強さを持っている子なんだって憧れた。愛してるよ浅田さん、愛してる、愛してる浅田さん、浅田さん、浅田さん、浅田さん。死ぬ！ずるいよ、僕も BOB 出たかったな。勇気でもみんなそんなに怒っちゃダメだよ。せっかく二人とも無事に戻ってきたんだから。みんなごめん、心配かけて。驚いたわ、 BOB にシノンが出ているのを見た時。ごめん、でも言えばきっと止められると思ったから。だかね、そんなの止めるに決まってるでしょ。おかえりシノノ、あなたが無事で本当によかった。あの、ま、パパも無事でよかったです。おかえりなさい。おかえりなさいキリト、 BOB 優勝おめでとう。ありがとな。アスナに構ってもらえないから寂しいんだ。それなら私がなでなでしてあげるよ。ストレア、キリトにあんまり抱きつかないの。ねえキリトくん、あの女の子みたいなアバター見せてよ。可愛かったよね。やめてくれよ、あれは永久封印だ。というより機構課が用意したやつだからな。俺がアカウント代を払っているわけじゃないし、使い終わったから削除するんじゃないの。もったいないな。その気候家さんだけど、デスガンは捕まったのよね。あいつのラフコフ印のタトゥーを見た時は驚いたぜ。まさかあれを GGO で見るとは思わなかった。そうだな、俺も驚いたよ。これは気候家からの話と
俺の推理も混じっているんだけど、デスガンは二人いたんだ。その一人は新川教授、 GGO ではシュピーゲルの名で、ここに来る前にやっていたオリジンではリヒターという名前のプレイヤーだった。そしてもう一人が教授の兄、新川翔一だ。そいつがラフコフの赤目のザザだったんだ。赤目のザザ？あのエーストック使いか。確かラフコフを討伐した時に捕らえた上級幹部よね。まさかあの時のことを恨みに思っていたの？ことの発端は結構複雑なんだ。気候課から聞いた話なんだけどさ、新川兄弟は大きな病院の跡取り息子らしい。だけど兄の翔一は幼い頃から病弱だった。 SAO 事件のこともあり、後継ぎ候補は教授になり、厳しく教育されていたんだそうだ。でも教授の成績は伸びず、だいぶ追い詰められていたらしい。そんな中でも翔一と教授の仲は良かったそうだ。特に教授は SAO で殺戮者になった兄を尊敬していたらしい。教授にとってそれは現実の重圧から解放してくれる話に聞こえたのかもな。そうだったの。模試の結果に落ち込んでいる様子は見ていたけど。そして新川兄弟は一緒に VR ゲームをやるようになった。 GGO で教授はシュピーゲル、みんなも何度か見かけたことがあると思う。翔一はステレベン、これはドイツ語だったらしいな。意味は病院用語で死ぬこと。死、なんでそんな名前をつけたのかしら。さあ、予想はできても本当のところはわからない。それにいつ殺人に思い立ったのかもな。ただおおよそのきっかけはわかった。それがあのボロマントだ。あのマントは翔一がリアルマネートレードで手に入れたもので、メタマテリアル公愛局明細機能、つまり透明化できるマントなんだ。おいおい、そんなもん聞いたこともないぞ。私も初耳だわ。おそらくシノンのスナイパーライフル以上のレアアイテムだろうな。そいつを利用してステレベンは総督府のターミナル前に張り込んだ。そしてプレイヤーがターミナルに打ち込む個人情報を盗み見たらしい。最初はただのいたずら心だったようだけどな。その頃キャラクター育成につまずいた教授はトッププレイヤーへの恨み事を兄に打ち明けていたらしい。その話の中でデスガン計画が具体的に作られていった。ちょうどゼクシードたちの個人情報を得ていた兄弟はそれを実行したというわけさ。大きな病院には緊急時に患者の家の鍵を開けるための合法マスターキーがある。それと高圧注射器に劇薬を盗み出した兄弟はゼクシードとウスシオタラコを手にかけた。しかしデスガンの存在はふざけた噂話にしかならず、誰も真剣に捉えなかった。ああ、僕も噂を聞いた時はただのデマだと思ったよ。新川兄弟は BOB でデスガンの存在を誇示するつもりだったらしい。俺とシノンが大会に参加するとわかるまではね。新川君は私が狙いだったのよね。そして翔一は俺を狙っていた。え？じゃあデスガンの仲間がうちにも来ていたの？いや、翔一、ザザの目的は俺の命ではなかったようだ。俺は住所も登録してなかったしな。何より死よりもっと深い傷を俺に与えたかったのだと思う。あいつは俺を卑怯者だと言っていた。記憶を封じ目を向けることすらなく、ただ彼らを忘れていた俺を。キリト、自分を責めちゃダメ。あなたが動いたから BOB で殺される予定だった人は救われた。もちろん私もよ。シノン。ねえ、
なんでデスガンは人を殺したんだろう。強いプレイヤーを殺しても何にも得られないのに。ラフコフたちがなぜ人を殺めたのか、 SAO の頃から私には理解できなかったわ。まだ事情聴取は始まったばかりだしな。他にも共犯者がいないかを含め調べているらしい。彼らの話を聞けば少しは事情がわかるかもしれないけど、難しいだろうな。お兄さんの方はよくわからないけど、進化…いいえ、教授君はきっとみんなと同じだと思う。トッププレイヤーになりたい、最強と呼ばれたかったのよ。それは強くなりたい、ただ強くなりたいの。現実世界で教授君はとても辛そうだった。オリジンでも GGO でも彼はいつも上を目指していた。たくさんの時間をつぎ込んで、それこそ現実と仮想が逆転するくらいに。それは単なる現実逃避かもしれない。だけど教授君は真剣だった。でもうまくいかなくて、彼は次第に私に理想を重ねてしまったのだと思う。だけどその根源にある気持ち、それは私だって誰だって持っているものではないかしら。そうだな。もちろんそれが人を殺めていい理由にはならない。それでも私いつか教授君と話したい。リアルでは相変わらず銃は苦手だけど、そんな浅田シノが、シノンが今まで何を考えてきたのか、ちゃんと彼に話したいの。そうだな、聞こうかに伝えておくよ。うん、お願い。最後にもう一つ重要な話がある。進化は兄弟はナーブギアを盗んでいないと言っている。嘘の可能性もあるけれど、俺は違うと思う。この件は引き続き機構課も追っている。みんなも念のため気をつけてほしい。君も仲間たちに。待て、あ、そうか、今日は来てなかったんだな。クレハもゼリスカもイツキもいないのか。じゃあアバシスさんにメールを送っておきますね、パパ。ああ、内容は極秘だから時間があるときに俺のところまで来てほしいと伝えておいてくれ。わかりました。あ、エラーが返ってきました。おかしいです。このエラーはアバシスさんが GGO に存在しないことになっています。なんだって？他のみんなはどうなの？無理よ、キリト君。 GGO のシステムでは相手がログインしているかどうかもわからないわ。あの、じゃあリアルの方に連絡は取れませんか？聞いてないよ。多分みんなもそうだろ。俺なんかリアルの名前すら聞いてないよ。そうね、私も GGO のメールでやり取りしているだけだったから。リアルの情報なんか聞かなくても問題なかったからな。ユイ、アバシスがどうなっているか調べることは可能か？やってみます。ストレア、プレミアさんも力を貸してください。はい、セブンにも協力を仰ぎましょう。オッケー、頑張るよ。私にできることはある？私も手伝う。あ、町に出てクレハさんたちを探そうか。いや、みんな念のため戦いの準備をしておいてくれ。嫌な。
私？頑張るよ。